ラファイエットはフランス海軍のラファイエット級フリュゲート一番艦。艦名はラファイエットに由来する。ラファイエットは DCN ロリアン交渉で建造され1990年12月15日に寄港、1992年6月13日に浸水、1996年3月22日に収益した。建造はシェルブール交渉で コンポーネント別に製造され、ロリアイ交渉で組み立てられた。1995年10月21日に、サンディエイコールデイコールボーと命名都市の関係を結ぶ。ラファイエットは、トゥーロンに配備され、海外領土や経済水域の警備のほかに、空母戦闘軍の支援や特殊作戦及び、人道援助任務を担当し海洋における、初任務にあたる。 1998年10月には、ペルシャ湾にて、多国間合同のクンジャルハド99演習に参加。1999年春には、インド洋諸国及び東南アジアを訪問する。2002年9月に、ヘラクレス作戦が発動し、第473任務部隊に参加、インド洋に赴く。2004年11月には、コートジボワールの情勢悪化によりリコルヌ作戦が、 発動支持国民救出のため同国海域に派遣された。2005年8月に普及の自由作戦のため再びインド洋に派遣される。2006年にもインド洋に展開する。2007年にはアメリカ合衆国にて挙行されたラファイエット公爵生誕250年記念式典に参加する。 2006年8月には、レバノン侵攻の勃発に伴い自国民救出のために、L9013 ミストラル、L9012 シロッコ、D643 ジャンドビエンヌ、D615 ジャンバールで部隊を編成し、レバノンに派遣される。2008年5月にも、海上阻止行動のためレバノン沖に派遣される。2009年11月時点において、 ソマリア沖の海賊対策であるアタランタ作戦欧州連合会場部隊に参加しアデン湾に展開している。1995年に公開された映画07ゴールデンアイに登場した。ありがとうございます。